昭和女子大学、瞳記念行動は、東京都世田谷区大使堂にある、学校法人昭和女子大学が運営する、多目的ホール。瞳の名は、昭和女子大学創立者の瞳窓か基地による。1980年の開館当初から、東京都内有数の優れた音響のホールとして知られ、カール・ベーム式ウィンフィルハーモニー管弦楽団をはじめ、クラシック演奏家による、 過去の公演が愛好家の間で知られている。その後1986年10月に東京はかさかにサントリーホールが開館したことにより演奏家が使用する機会が減少したのみならずホール自体の稼働率も低下してしまう。それでも同1986年に伝説のカルロス・クライバー率いるバイエルン国立管弦楽団の公演が当ホールで行われて NHK によって 放送されたが、現在もこの貴重な映像が YouTube にアップされ世界の多くの人々に視聴されている。サントリーホール開館後は新たに国内外のロック、ポップス系のアーティストのコンサートライブ会場としても活路を開いた。2006年6月4日と11日には沢田研二が俺たち最高のツアーで東ホールにてコンサートを行った。 2015年にはグラミー賞を受賞し、現在最高のジャズシンガーと評され、ポール・マッカートニーのアルバムに参加するなど、注目されているダイアナ・クラールや、エルビス・コステロ、リンゴ・スター、2019年には、浜崎あゆみ、フランキー・バリアンド、ザ・フォー・シーズンズ、スター・トゥインクル・プリキ・アライブ、ナイト・レンジャーが、同ホールで公演している。同ホールは、昭和女子大学学生向けの、 文化研究講座等にも使用されるほか、テレビ朝日系の長寿番組、題名のない音楽会や、日本テレビ系の深夜の音楽会といったテレビ番組の公開録が、隠しコンクールの会場等の菓子ホールとしても利用されている。瞳記念コーは昭和女子大学キャンパス内にあるため、学校行事でも使われることも多く、昭和女子大学や付属校である付属昭和小学校、 付属昭和中学、高等学校の入学式及び卒業式や学園祭などで利用することもある。ありがとうございます。